以前に彼さんは浮気っていうのが過去に2回ありますね。その時は行きますね。もうちょっと暇ってもらっていいですか。はい、どうもジャックポットです。今回依頼を受けて調査させてもらうんですけど、今回の内容が結婚を前提に今考えてる彼氏さんがいるということで間違いないですかね。はい。以前に彼氏さんは浮気っていうのが過去に2回ありました。その時は、別れたりとかは、まあ、なくって話し合って和解して、うん、DM ではちょっとやり取りさせてもらったんですけど、最近なんかその怪しいポイントとかあったりとかあったんですかね。高校の友達って言って女の子と連絡取ってたりとかもするんですよ、うん、仕事の帰りを使ったりとかあったんで、ちょっと不安な部分はありますね。まだ結婚する前にちゃんとした、うん、これから結婚して大丈夫なのかっていうのを、まあ、見極めたいっていうので依頼もらってて、今日ちょうど彼さんとデートの約束をしてもらってます。もうすぐ、まあ、待ち合わせの時間なんですけど、まあ、そこでちょっと彼女さんにドタキャンしてもらうっていう感じ で、そっからこっちで用意した女性の方がいるんで、はい、その方と彼氏さんをハニートラップチックな感じで仕掛けていくんで、はい、まあ、どうなるかはもう分かんないんですけど、はい、そこでまあ彼氏さんのある程度のこう本性じゃないけど、はい、裏の部分っていうのは見えると思うんで、はい、どういう結果になるか分かんないんですけど、まあ、引っかからないことを願って、はい、お願いします。誠実な彼氏であるように。ある程度はちょっと僕たちも調査するんで、もうそろそろやばいなっていうところまではカメラ回させてもらうと思うんで、ちょっと我慢しておいてください。ちょっと危ないなって思った時点で僕ら一緒に突撃するんで、まあ、その時一緒に行くか、もしくはもう彼氏断って終わるか、地下で結婚しようと思ってるんで、何事もなく終わりかなと思ってます。じゃあちょっと待ち合わせの場所まで大地君に行ってもらって、カメラだけ今からちょっと女性の方を呼んでるんで、はい、その方のところに向かわせてもらいます。お願いします。はい、ということで今回呼んでる女性の方をお呼びしたんで、ハニートラップを呼びさせてもらいます。大丈夫そうですか。何もなかったら別に今日はもう大丈夫なんで、ただまあちょっと男性が食い気味とかハニートラップをそのままかけるそうやなって感じだったら手にかかる感じでも大丈夫ですか。はい、大丈夫です。今回カヌさんがほんまに結婚考えてる彼氏さんなんで、裏の一面も見たいっていうことなんで、協力よろしくお願いします。待ち合わせまで、まあ、ちょっと時間あるんで待機して待ち合わせましょう。まあ、向かっとくわ。お願いします。そこから連絡で、はい、ドタキャンという形で彼氏との、デートドタキャンからのハニートラップで、まあ、どうなるかっていうのを検証していきたいと思います。ちょっと待機します。はい、もしハニートラップに引っかかった時に彼氏さんをカラオケボックスに誘導してもらうんで、先にもしカラオケボックス行くってなった場合、そこでもう突撃すると思うんで、先に僕らカラオケボックスで待機っていう形でやります。わかりました、お願いします。今の心境的にはどんな感じですか。もうドキドキですね。すごくなんか不安な部分と、何もなければいいなっていう思いもありますね。過去の浮気の時はどんな感じの内容やったんですか。飲みに行くって言って、女の子と連絡取ってそのまま帰ってこなかったり、っていうのもありますかね。でも最近は仲良くはしてるんですか。私的には仲良くしてるなと思ってるんですけど、はい、ちょいちょい目につく部分あって、その女の子と連絡取ってたりっていうのも、まあ、過去にもあったし、そうそう、前回あるし、はい、心配な部分と不安な部分が、周りにもいないから、確かにそう動画見て依頼させてもらいました。何事もないことをとりあえず願って、彼氏さんの裏の顔をちょっと見ていきましょう。暴いてください。はい、行きましょう。あ、多分いましたね、あれですね。でも行けます。これってどこですかみたいな感じから聞いて、でもしよかったらそのままあっちに。すいません、今大丈夫ですか。全然大丈夫です。道教えてほしくて、はい、ここ行きたいんですけど、はい、ちょっとこの辺あんま来なくて分からなくて。あ、はい、ただそこやったらもうすぐ近くなんで、もしよかったら案内します。行きますね、はい、行きます、行きます、はい、今一旦多分ね、これ道案内してくれてるんで優しいですよね。優しさもいらないですよね。こ
からカラオケに一回誘導はしてもらうんで、まあどうなるかっていうのはちょっとまだ分かんないですけど、そのままあのカラオケちょっと一緒に行けるかちょっと誘導してもらっていいですか。なんか待ち合わせとかしてました。申し合わせはしてたんですけど、ふざけなされた。全然時間あるんで大丈夫です。ご飯とか行く予定だったんですか。これ一応、まあ、予選ぐらいあっただけで結局ドタキャンされたんで。ちなみにドタキャンされたもう予定って入ってます。全然何もないんで、なぜ時間ってしまないやったら一緒にどっかご飯。あ、全然いいですね。お酒好きですか。お酒好きです。あ、でも行きます。じゃあ行きましょうか。いいですか。めっちゃ優しくない。いいです、大丈夫です。何があるか、カラオケ、カラオケ行きましょう。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 一緒にいてたらめっちゃ気持ち悪いですね。行きますね。マジか。エグ。入りましたね。もうこいつ終わりや。あ、ちょっと待って待って、まだ。いやいや、もう無理ですよ。一旦ちょっと待ってください。まだ今からちょっとハニートラップもっと仕掛けていきたいから、ちょっと我慢してもらって、彼女にちょっとカメラだけ仕掛けてもらえるように今から言うんで、でそれまた映像見てヤバなったらもうすぐ一緒に突撃行くんで、そのちょっと我慢しておきます。カメラマンの方が今から来るんで合流してからちょっと見てみましょう。もしもし、男性が部屋から出たタイミングでいいんで、あのカメラだけ仕掛けてください。ガンガンちょっとハニートラップかけていってください。彼女さんいるか聞いてもらっていいですか。もうちょっと様子見ましょう。何か聞いてほしいことある。浮気したことあるか聞いてもらっていいですか。こんだけ浮気されたくて過去に向かい合ってこれがいいですね。なんですよ、この感じは平気で嘘つけるタイプですよ。3度目の正直言ってますね。そうですね、我慢ならんすか。ちょっと待ってね、もうちょっと待ってもらっていいですか。とりあえずまだ別に何もしてないんで、もうちょっと待ってください。やばいなと思ったら僕らもう一緒に突撃するんで、自分のことをあのタイプかどうか聞いてもらっていいですか。軽く腕組みに行ってもらっていいですか。もうちょっと近寄って。ちょっと彼女に出てもらって僕らも一緒に突撃しますか。ちょっともう危ないんで、そのままね、トイレかなんかに出てください。行ってたのか。行ける。寂しい。一回座ってください。シーに間入って座って座って。